やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。そういえばインスタグラムの質問を配信で返そうと思ってたんだった。すげえな、量が。ありがとうね。ロルのランク配信久々に見たいです。服どこで買ってますか。なんか文字数が区切られてるから簡潔だね。北海道でゲリラ配信して、あー北海道行くって言ったけど行ってないな結局。今一番行きたいとこだね北海道は。でもマジで3日間ぐらい行ったら一瞬で太りそう。太る土地だろ。うめえもんだ、うめえもんパラダイスでしょ。何色が好きですか。赤ですね。シンプルでいいね、なんかね。マシュマロと真逆だね。マシュマロもマシュマロでいいけど。メンタルを維持するコツ。メンタルを維持するコツか。自分は頑張ってると思わないことだよ。なんか人から言われる頑張ってるって、パワーだったり熱量になるんだけどさ、自分で頑張ってるって思うとさ、こけた時にさ、あー俺頑張ってたのになーってなんない？辛くね？頑張ってるって思うと。で、物事何でもこけるじゃん。なんか自分の首を絞めてる気がするんだよね。俺は頑張ってる、俺は頑張ってる、私は頑張ってるって思う行動って。習慣になってるとかさ、楽しんでるという方向に持っていけたら、そのメンタルというかその物事を。こけた時にさ、なんかあーってなんないよね。メンタルを良くすると思ってる時点でなんか何かに頑張っちゃってんじゃない？まあ、頑張ってることは悪くないんだけど、それを頑張ってると思いすぎてるというか、こけた時の、なんか準備ができてないよね。物事ってこけんのに。なんかメンタルについて考えたことないっていう人は、そのメンタル、俺の言ったメンタルだなと思う。頑張ってない人。それっていいことだと思うんだよね、めっちゃ俺。普通の人が頑張ってると思ってるようなことを楽しめちゃってるから。それって勝ちじゃん。下さんは何してる時が一番幸せだって感じますか？でもやっぱオフラインのイベントとか俺幸せを感じちゃうかも。文章でコメントしてるんだ嬉しいんだけどさ。やっぱりこの前のサッカー配信とかでさ、一人一人なんかそういう性格とかを間近で見れるから。だからちゃんと俺って人に知られてるんだなっていうのを目の当たりにできるから好きやね。あと、うまいものを食べる時は好きっていうのは、俺もう極限だから、うまいものを食べるのが好きすぎて俺。で、特に食事制限してる今なんてもう最高なわけよ、俺としたら。冗談で、うわ、俺もう本当に泣きそうなくらいうまいとかじゃなくて、本当に美味しくて、自分の下にビビってくるものを食べると、涙がツーって出んの。ご飯食べてる時に。そんぐらい好き。泣いちゃう。こういう人間嫌いというか苦手な人っていますか？どういう人が苦手か気になる。まあでも陰口かな。俺苦手な人とかはいないんだけど、陰口を言って、陰口で盛り上がってる飲み会とかすぐ帰っちゃう俺。自己管理もできてなくない？なんか、俺はね、悪口とか陰口を言ってる人を見て最初に思うのって、自分のことを考えてないかな、ないのかななんだよね。私も言われるかもって思うじゃん。その場は楽しいかもしんないけど、なんかしらあったら私もこうやって陰口言われるんだろうなっていう中で話し合ってるじゃん、絶対に。自分の信頼を下げることを何にも思わないのかなと思っちゃう。自己管理ができてないなって。自己ブランディングというか。そう、コスパ悪いよね。俺もすげえコスパが悪いと思う。その場で得られる信用って、そうでもないし、なんか一瞬の快楽だけ？陰口を言ったことによる。長期的に見たら、マイナスがめちゃめちゃ多く思える。一番エッチだった出来事。なんだろうな。小学校の時に、冬になるとさ、暖房つけるんだけど、気が弱いから、休み時間になると、暖房の前に男女共にぐわーっと集まるわけよ。で、俺が暖房の前陣取ってたら、そのちょっとツンデレの女の子がもうとか言って、俺のここにポンって座ってきた時に、俺ビリビリってきて、うえーって、小学生ながらに、うえーってなって、エッチだね、うビリビリビリってきた。それかもしんない。今マッチアップしてますか？してません。マッチングアプリしてますかって質問めっちゃ来るんだけど、してません。マッチングアプリにいる俺の写真使ってる人の画像は全部デマなんで、無視してください。
イケメンと気づいたのはいつですか？イケメンと気づいたの？中学2年生。中学2年生の時に、後輩が入ってきたの。後輩が。先輩の2年 A、B 組にめっちゃかっこいいやついるみたいな感じで、後輩が俺のことめっちゃ見に来たの。10人ぐらい女の子が。キャーみたいになって。俺イケメンなんかと思って1週間後に俺のこの性格がバレて、もう全然全く来なくなった。誰一人来なくなったね。スンってなって。中学の時なんてもっとやんちゃっていうか、うわーおしゃれさーみたいな、ウキーみたいな感じだったから。ジャスの写真ください。いいよ。これジャスとサウナかなんか、筋トレだっけな。待ち合わせして、ジャスが遅刻した時の写真ね。配信者視点で思ういい女像ってありますか？配信者視点でなんで見ないといけないの？配信者視点で見ると、あれだよ。やっぱり、スタイリッシュヌーブと釈迦の奥さんだよ。すべてに理解を持ってくれてる。中身がどうなってるかわかんないけど。実際その活動が安定するじゃん。配信活動ってメンタルがブレる時ってぶっちゃけあるんだよね。でそういう時とかにメンタルがブレたのを戻るようなきっかけになる人がいい、配信者目線のいい人だと思う。こういうのをなるだけこういう平らにしてくれる。好きな食べ物何ですか？うわー、好きな食べ物何ですかって質問いいなー。最近マッチングアプリだとかさ、俺には彼女がいて振られてとかさ、今虚無ですとか、なんかそんな質問ばっかあったから。あのベロが赤ちゃんだからね。オムライスとかグラタンとかチャーハンが大好きです。ハンバーグとかも大好き。逆に辛いもんが食べれない。やばすぎだろ。質問の方向性やばいだろ。一番性癖に合う惑星は何ですかって質問何？待って、方向性と、奇抜すぎない？質問、性癖の惑星、かなり歩み寄っていこう。歩み、頑張ろう、みんなで歩み寄っていくしかないじゃん、これは。でも、土星の輪っかの、いや、むずいよ。土星の輪っかの、一番できるのって木星だっけ？そうやで。でっかいからエッチ。もう無理だもん。歩み寄ってくるの無理だもん。無理だもん。歯じゃねえよ。どうすりゃいいんだよ。やねえ、この質問。一番性域にある惑星って何ですかって。逆に質問ありますか？もう率直な質問を君たちに投げかけていい？人のファンになるってどういう気持ち？この前のさ、どこ行くのファンミーティングとかでさ、手紙とかをすげえもらったのよ。なんていうの、花束でできた俺の椅子みたいなのを作ってくれた女の子たちがいて、こんなことをしてくれんだってなったんだよね、ぶっちゃけ。フラスターっていうの？普通なことじゃないなって思ったの、俺は。配信をサブスクライブしてくれたりさ、DM 送ってくれたりさ、俺のディスコードに入ってくれたし、俺のイベントに来てくれたり。で、最近とか俺がなんかイベントに出ることが多いから、オフラインのイベントとかに毎回来てくれる人とかいるわけよ。男の子も女の子も。その熱量ってのが、俺には理解できない熱量だから嬉しくて。だから、なんか、ファンになるってどうなんだろう、どういう気持ちなのって聞いちゃう。サッカーの配信の時も俺はあんなに集まると思ってないのね、ぶっちゃけ。半分ぐらいだと思ってる。半分以下だと思ってる。最初の想定だと、俺場所とか公開してなかったから、22人集まるかどうかくらい。11対11でサッカーできるかなぐらいで考えてたの。なんでそこまでしてくれるんですかみたいな感じ。俺はさっき言った通り、頑張ってないわけよ、俺って。好きなことをしてるだけで。筋トレも好きだからしてるし。俺って毎日頑張ってんなと思って生きてないからさ。